脱炭素が多くの企業経営者にとって他人事ではなくなりました。とはいえ、何をどうしたらいいのか、またそんな面倒なことに取り組んで一体何の得があるのかという声も上がっています。そこで今回の動画では、中小企業のための脱炭素では何をしたらいいのか取り組むことのメリットについて 弊社のスマートエネルギーグループマネージャーの穂垣さんに解説してもらいたいと思っています穂垣さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはじめ中小企業の経営者の方から脱炭素とかそんな綺麗とでこう飯が食えるのかみたいな声も聞こえてくるんですけれど、うん、実際のところってどうなんでしょうかいやいやそうですね お声の通り、確かにすぐにこの脱炭素が皆さんの業績に左右するかどうかっていうところは、すぐには結果は出ないと言えます。ただ、船井総研で創業以来ずっとお話しさせていただいているのが、やっぱり自流適用ということで、うん、業績を伸ばすためには自流に合わせた経営の仕方をやっていくこと、変化していくこととお話ししておりまして、間違いなくこの脱炭素というところはもう自流ですので、 そもそもパッと見て意味があるのかないのかっていうよりはまず自由なので、やらないっていう選択肢は我々の中ではないと断言させていただいております。 なるほど。ちなみにその自流だっていうのは、どこら辺から考えられているんですかやっぱり我々のご支援先、要は再エネ設備とか、省エネ設備を販売施工している会社様ですね。我々のご支援先にも、大手企業とか、大手企業のグループ会社さんから、この脱炭素化の相談に乗ってほしい。まだまだ知識がないので、お宅詳しそうなので、相談に乗ってほしいというお問い合わせが本当に2021年から増え始めてきておりまして、うん あとは、船内総研に対しても、普段行為にさせていただいている金融機関様からあのお問い合わせが、この脱炭素というテーマで増えておりまして、その辺が肌で感じている部分かなということでございます。なるほど。この綺麗事ではないっていう感じですね。そうですね。はい。や、はい、りました。実際に脱炭素にじゃあ取り組まなきゃというふうになった場合には、 具体的にはどんなステップを踏めばいいのか教えてもらってもいいでしょうかまずはですね、そもそも脱炭素経営をなぜするのかというところの目的ですね、えこれをまず、えー、最初に設定していただきたいなと、うん、おそらく脱炭素だけじゃなくて、えー、何でもそうだと思いますけど、目的ですね。はい、まず大きく分けて取り組む 際の5つのステップというのを我々がお話しさせていただいておりまして、1つ目のステップとしては目的を設定していただく。今や今後の困りごと、脱炭素に取り組む動機ですね。その後にステップ2としては、イニシアチブ。これは平たく言うと、団体ですね。企業の団体、脱炭素に取り組む。一番有名なのが SDGs とかですね。目的に沿ったイニシアチブ。どこの団体に入って目標設定をするかっていうところ、これを選んでいただく。そして、当然、 ステップ3は削減目標ということで、温室効果ガス、脱炭素に対して、いついつまでに何パーセントを減らすのかというところですね。はい。そして4つ目、具体的にじゃあ何をやっていくのか。そして最後ですね、ステップ5に対しては取り組みの発信ですね。やっぱり皆様もご商売にこの脱炭素を生かしていきたいとお考えだと思いますので。 こういった取り組みを発信していく。昨今で言うとですね、発信しなくても、勝手に地元の新聞とかが取り上げてくれたりとか、やっぱり早く取り組んだ会社さんには、それなりのメリットがあるなと感じています。大きく分けて、一つのステップがございます。ありがとうございます。はい、ちなみに目的設定は、皆様どんな目的を設定されるんですかはい、目的に関してはですね、やっぱり、 金融機関からの、まあ、受けというかですね、今後も融資であるとか、良質な IR を作りたいであるとか、そういった資金関係のお話、これをまあもっともっと有利にしていくためにやりたいのかっていう資金調達っていうのが1個目ですね。2>, うん、2つ目には製品の差別化っていうところで、当然、大手企業さんはやっぱり脱炭素していかないといけない。じゃあ、そのサプライヤーさんも当然、脱炭素に協力してよっていうお話になりますから、大手さんに対して製品を出すんであれば、 うちはもう脱炭素してます。CO2 ゼロですという PR をしたりとかっていう差別化ですね。はいうん、こういったのをしていただいたり、それに伴って新しい取引先ですね。脱炭素、うちはもう CO2 排出していません。うちの商品は脱炭素してます。 っていうのはやっぱりいろんな大手企業さんからも、あ、うちも脱炭素やってるから、ちょっとオタクの製品使ってみようかなとかですね、新しい取引先の開拓にも活用できるとで。あとは最後にやっぱり知名度ですね。例えば新入社員、新卒ですね、新卒採用してらっしゃる会社さんとかは、この社会性の高い脱炭素に取り組んでる会社さんって、 やっぱり普通の会社さんとは見られ方が変わってきますので、採用に生かしたり、あとは地域での認知度向上のために使ったりといった、もう一回整理すると、資金調達、製品の差別化、あとは取引先の開拓、そして知名度を獲得していくと、大きく分けた4つありますかね。これは4つのうちどれかを自分で選択するんです、それともこの4つの,の組み合わせとかなんですか まあ知名度であったり、取引先開拓っていうのも、やっぱり関連してくる部分ではあります。ただ、どれを一番最初にやるかっていうのは、決めていただいた方がスムーズかと思います。ありがとうございます。2>, はい、2つ目のステップの、イニシアチブを選ぶ、組織を選ぶっていうことなんですけど。ええ これは皆さん必ず組織を選んで、どこの組織で活動するかを決めるみたいなことなんですかそうですね。皆さん一番メジャーなのはこの SDGs ってやつですね。うん、SDGs っていうのはまあ当然認知度を上げたり使えるし、ただ金融機関さんとかも積極的に取り組まれてますけども、どっちかっていうと個人に対して、うちはこういった取り組みをしてますっていう話が多いんですね。はい、SDGs って17個もあってですね、エネルギーとか脱炭素ってほんの一部分なので。うん ここは本当に広いお話になるんですけれども、より例えば認知度を上げていく、企業での認知度を上げていくとなると、例えばこの RE100 と呼ばれる企業経営の使っている電気を100%再エネにするといったもの、あとはこの再エネ100宣言というのも、これは中小企業版の RE100 みたいなものでして、やっぱりこの辺りに加盟していただいて、削減目標を設定して、 この取り組みをやっていますっていう PR というか、効果ですね、こういった区分,分けを我々の方ではさせてい,ただいてますなるほど、これはどうやって組織でやるかっていうのは決めていくものなんですかそうですね、先ほどのお話しした目標、うん、目的ですね、うん、こういった目的に対して、それぞれやっぱり特徴がございますので、例えば金融機関をすごく意識するんであれば、こういった TCFD ですね、例えば投資家さんとかがすごく、まあ、ここの情報開示に注目してらっしゃるので。 金融機関さんに対しての訴求をしたければ、まずはこれに入るとかですね。なるほど。一個なんですかその入る組織のイニシアチブは。あ、いえいえ、あの、複数入ってらっしゃる会社さんも多くいらっしゃいますし、うんえー、大手企業さんであればですね、もう本当に全部入ってるとか、そういった会社さんもいらっしゃいます。まあ、やっぱり目標を掲げるにはちゃんとやらないといけないので、 まだ順番に一個ずつ入っていくのがよろしいかなと。なるほどですね。わかります。中小企業の方におすすめなのとかってあるんですかはい、あります。もう完全にこの再エネ100宣言と、うん、RE アクションと呼ばれるものは、これはもう完全に中小企業様を対象としたイニシアチブでして、これはもっと企業経営の中のエネルギーを100%再エネにしていく。うん、2050年までに何にするとか、2030年に何にするとかですね。こういった団体でございます。これが一番。 中小企業様に適しているのかなというところです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、続いてが自社の削減目標を設定するというステップに入ってくるということですかね。そうですね。これはその設定のポイントとかってあるんですか。自分たちがどれだけ今 CO2 排出してるかっていうまず自己分析ですかね。はい、まずこれをしていただくのが最初。 ですね。はい。まあ、やっぱり、もうすでに100%やってますってなるとですね、何もすることはなくなるので、はい。今現状どのぐらいなのかっていうところと、あとはですね、先ほどの再エネ、どのぐらい自分たちで使ってるんですかっていうのは、まあ、皆さん、2030年までにいついつにする。で、そのために、例えば最初に省エネ設備を入れて、 そそもそもの電気消費量を下げるとかですね、うん、あとは一番わかりやすいのが自分たちの施設備建物に例えば太陽光発電システムをつけるとかですねこういった形で再燃比率をどんどん上げていくっていうのが一番まあメジャーというかまずは今自分たちがどれくらい使っているかを測って削減の量を決めて今みたいな具体的な手法を検討していくっていう、ね、そうですね。 最後のステップは発信が重要というところだったんですけど、ええ、どんな感じの発信の仕方がいいんでしょうかそうですね。一般的なのは、自社のホームページで、えーうん、我々はこのイニシアチブに加盟しました、この団体に入りました、えー、これから再エネ100%目指して頑張っていきます、脱炭素目指して頑張っていきますっていうのが。 誰でもできるやり方なんですけど、そこから例えば採用の説明会とかでお話しするであるとか、IR 情報に掲載するであるとか、あとはプレスリリースを打つとかですね、こういったことをしていっていただきたいというところではございますが、幸い、この脱炭素っていうのは本当にまだまだブームの最初、導入期ですんで、やっぱりこの取り組みをしました、うちはこの団体に入りましたってやるとですね、本当に周りから取材させてもらっていいですかとかですね、地元の新聞が。 取材にに来来ると、えー、来るととか勝手ていいうのは現状ですなるほどじゃあなんか周りの様子を見ながらあの会社がやったらやろうとかじゃなくてこれからも確実に来る流れなので <laughs>、はい、いかに早く取り組めるかっていったところが、まあ、ポイントになるかなっていうそうですね他の会社さんもねみんなこれに取り組んだらまああまり目立つことはないのでました はい。でちょっと事例の方入りたいと思います。早速事例の方を教えてください。実は環境省がこの脱炭素ってすごく積極的に取り組まれてるんですけども、環境省さんの方でも脱炭素に取り組んでる会社さんは表彰したりとか、脱炭素経営の勧、まあ、めみたいなパンフレットになってて、そこに結構実際に取り組まれてる企業さんが掲載されたりしてます。その中で代表的なのが、とある東京の印刷会社さんですね。印刷会社さん、たくさん紙を印刷してる製造業の方なんですけども、 え、そちらの会社さんは早期からこの脱炭素再エネ化というのを取り組まれてらっしゃって。じゃ、実際どんな効果があったかと言います。と、うん、まず新規の取引先がすごく増えてらっしゃいます。へえ<ー>、やっぱりこの印刷会社さんがすごく素晴らしいのは、脱炭素を商品にちゃんと活かしているというところですね。うん、はい、要は自社が提供する印刷の商品。ここに、うん。 この脱炭素の環境印刷という形で、ちゃんと商品として落とし込んでいらっしゃるので、そこはやっぱり一番分かりやすいというか、その脱炭素を目指したい会社さんにとって、買いやすい商品になっているというところですかね。えー、もう脱炭素と売り上げって、ちょっと遠いような、うん、売り上げにはなんかつながらないようなイメージがあったんですけど、うん、それはすごく面白い事例ですね。そうですね。もっと言うと、この脱炭素に取り組むのって、うん、国が積極的にしているということは、 自治体も積極的にしてるんですよ。なのでえ、自治体に目が止まって、その印刷会社さんをですね、自治体と一緒にコラボをして、例えばセミナーをしたりとか、そういったことをやってます。その印刷会社さんからしたらですね、セミナーして何がいいのかっていうと、やっぱりこれも新しいお取引先の開拓につながっていらっしゃるということで、うん、その会社さんがおっしゃってるのは、やっぱり売り上げも上がったし、うん 例えば、停電した時ですね。この太陽光発電設備があって、非常時でも停電しても電気が使えて工場が動かせたと。 いうこともおっっししゃててましてやっぱりまあ副次的というか売上アップだけじゃなくてその商品につなげたっていうのもあるんですけどまた別の取り組みもしてるっていう太陽光はまたその商品とは別の取り組みっていうことですよね。あそうですね太陽光をつけて脱炭素、うん、要は再エネの電気でこの印刷工場は動いていますっていうことで、うん、その商品につながってるああそういうことなんですね。はい でさらにさっき言ったように停電しちゃったことがあって、はい、でも太陽光がついてるから工場を止めずに進んだというところです、ね、その太陽光の施設で作っているっていうことが付加価値になってるっていうことなんですよねそうですね。火力発電で CO2 をたくさん出している電気で作った印刷製品ではなくて CO2 ゼロの電気で作った紙。 っていうのを、まあ、皆さんの会社でもお客様に提供しませんかというところですね。うん、つまりは、まあ、そういう意識の高い企業からの引き合いが増えてるということ。 なんですか。そうですね。で、意識の高い企業様は、なんでそんなことをしなきゃいけないかって言うと、うんうんえ、このご時世、例えば代表的なのは株主え、投資家さん、要はいわゆるステークホルダーに対して、国が押してる、世界が押してる脱炭素にちゃんと取り組んでますよって言わないといけないからですね。うんうん、そういうことですよね。その意識高い取り組みをしても、誰がカウンダーみたいに思われてる経営者さんいると思うんです。うん、ちゃんといるんですよと。うん、むしろそっちに向かってるんですよという。 ことですよねそうですねなるほどですねありがとうございますあともう一個ぐらいなんか紹介いただけるものとかありますかそうですね革製品を作っていらっしゃる会社様でこちらも RE アクションと呼ばれる中小企業様が加盟される イニシアチブに入っていらっしゃるんですけども、うんうん、そこの会社さんもそんな大規模な会社ではないんですが、やっぱり土に還える製品っていうんですかね、環境に対して配慮していて、革製品を作っていて、それがですね燃やしたりせずに、もう土に還える、環境に非常に優しい製品を作っていらっしゃってですね、はい、そこの会社さんもやっぱり対外的にそういった製品は非常に脱炭素とか、環境経営を目指す会社様から支持されていて、 例えば今コロナなんでね、海外からのお客様って少ないと思うんですけども、やっぱり海外から来られる方に対して、環境に優しい製品をお土産としてプレゼントとして差し上げたいであるとか、ですね、重要なそのご来賓の方にですね、そういった製品をご提供したいから、その御社の商品を使わせてくれとか、ですね、そういったお問い合わせが増えているという声も聞いたりしています。ほど。でもその商品を、 扱うことによって会社自体のイメージも大きく変わりそうですね、うん、採用にも生き,生きてきそうですし本当に分かりましたありがとうございます今みたいな取り組み事例の詳しい内容に関しては経営者向けのメディアサイト社長オンラインの方で実際に写真ですとかあの社名なんかも公開しながらご紹介していますのでもっと詳しく知りたいという方は概要欄の あの URL から見ていただければというふうに思っていますそれでは穂垣さんどうもありがとうございましたはいありがとうございましたこちらのチャンネルでは不内流警報をベースに企業に役立つ情報を発信していますぜひチャンネル登録お願いします